はいお元気ですかお昼のひととき何をなされているんでしょうかね。ねえ今雨降ってますねあの。窓ガラスを洗い流されたり木の葉っぱや庭の手入れなどえー、と台風の後片付けに余念がないのではないかねっておむやびえっ、ー、と7月の3日。 火曜日、内ゆみや5月の20日のやびん。プチや時を回りましたので、紅芋アンマーの打ち上りはちょうでの時間なとおやびん。ユンタクは紅芋アンマー、中曽根津子、機械を扱うシンドスは波平、エイゼンいつものジーマンチュ、コンビで、うき、静んりおむやびつ、ゆ優しくうにげさびら。 ねえ本当にベニーもあんまあの久しぶりやイビシがや倒体台風7号も去りましてね恵みの雨ももたらしてくれましたがあの木が倒れたりまた斜面の倒壊土砂崩れとかやコンクリートや窓ガラスの破片あの破損など,などが落下してね負傷者も あの出ておるようやいびしがまたあの交通機関もね空、えっと、海の便モノレールや路線バスにも乱れがであ出ましてね小中高校臨時休校とか始業時間を遅らせるなどうち影響が相びたんやさい先日ようたい「ばあちゃん飯島台風だよ」。 いっぺすごくすごく大変やだよオンリチ。よみたんは大丈夫かねん。しゅうまさ、学校休みだよ。お父さんお母さんは、十一時から仕事。学校行くんだよ、オンリチ。電話がいびたん。ね、みちゃいのまがんちゃが交代交代言い。いくのこと。あびあびあ七やさい。電話で、騒いで、あの、ういびたん。 ぬうがでージやがんりちっちゃれやとにかくでージなくとでージなくとあのなま生今外に出れないからさあの西大賢のあのしゅうおんしゅうまのふえくえも休みであるわけさありぬくとやびたねえうのまがんちゃんのひと言ひと言にあの元気づけられてねほんとに。 人痘わららんしがうまがんちゃんのおの言動やいちゃいはんちゃいまたあのこのしぐさごはんにねあのほんとにまやみまやみもふっとんでいくんじゃないかねってあんまむやびねえあのほんとによくあのわったいなぐにうやがやさいこなさいやこなさんのあわりが あ,あるぐとまたなさんのやなさんののアりがあんどということでね、ニンの石まかさんかぎれ、チのノアトはチアワカランということでね、子どもたちは、ジッポの指のヌたけねえランぐとゆく、あのじょうぶたんな、そうさしなさいよんりのうやのあの、あんまねゆしぐとがえびたん、べにもあんまね、 この番組、そういう感じであんまのう仕事を教訓として、ユンタク・ハンタク・ソウヤビン。ね、あの、売りと出たい。わらんちゃいろがめなちルエえば、ノンアランド、ッチアムチアしミてはジめてのの、おノカの勝負の若い三リの今年や、いつも、あの、イナゴの親が言っていたこと、あの、ウィンジャサビン。また、おのとしないね、やん若いさということでね。 あのアンマーのユシグとティーチティーチがあの心に染みているあの現状やいびんワニヨタイ。いつもユージュ女ユージュがまんり、メーナチブーないブーない。ね。やいびしがヨタイ。チムイシチロワジャスンドウ。イスジュルナーカイヨウナリンリね。じゃあ、周りの人に感謝を忘れないように生かされてるんだよ、リノ。 アンマーあの言葉に支えられ、そして皆さんに助けられてということで、当うたこのベニーもあんま、今日も1、2分前に滑り込み政府で、あのシンドゥススタッフの皆さんにアンマー来たということでね、滑り込み政府や移民ということで、父親あのオープニング曲、ヨヘンカツコさんの 輸入後はであのオープン西安リウムや美術それではどうぞください。 ね、楽しみやい便定ということでねはいヨヘ勝カさんの歌いびたねえとうたいにあの網ア,アンふと親やびしが今朝皆さんいかがでしたでしょうかしあのテレビご覧になりましたかえー、っとサッカーのワールドあのカップロシア大会のね日本代表はえー、っと ベルギー代表との決勝トーナメントの1回戦、やいびたんや、2対0でね、すごいなあ、勝つんじゃないかねって、あんまりに段よく応援するおびたん、ね、これまでの日本の歴史,あ歴史を塗り替えたいということでね、みんな一丸となって頑張っておやびたん。 でもやっぱりベルギー強いですね、世界ランキング3位とか言っておりましたよね、日本は62位がらるやびせ、でも力は五角や,や、ンローやということで、本当にあの試合、私たちは元気をもらいましたよね。えー、っと結果的には、えーっと えー、2対3で敗れをしましたけれどもね2点リードしてからあのやれるんだ取れるんじゃないかねということでねあの結果は負けをしましたけれどもあの本当に私たち日本国民に大きな希望というき誇りを与えてくれた、えー、とベストメンバー、えっと、23名でしたかな選ばれたの,あの本当に。 笑顔で胸を張って帰ってきてくださいということでねエールを送りたいなと思いますあの日本サッカーがベスト十六に入ってあのベストエイトをかけての試合ということでね本当にあの、えっと、一つの壁をも越えるためにね、えっと、今度のチームは本当に監督も選手もあの オールジャパンということでね、えー、っと心一つにい、むるん、また日本人や、言いたいなやということでね、あのでも、この上り詰めたあの、あれはすごかったねと思います。やっぱり、ちょっと世界の壁は厚かったなということでね、この悔しさをかみしめて、また4年後の,あのそのベスト8の壁あのに、あの 破ってくださいといとうベスト16、えー、とベスト8にかけての試合に臨んでくださいということでねあんま応援しましたということでとうねあの本当にあに心一つにして何もかも頑張るというのはいいことですよねあのねこういう感じでこういうアミゴアが降るとねやっぱりあのいろんな方との出会いとかねまた いろんなことをかみしめて今を大事に今を生きるということで転んでもめげずに立ち上がり前を見て生きようということでトーたイねアミヒューグマイグワルシグワとかねあのみんないろいろなあの形での出会いを、えっと、思い浮かべながらこの「わたユンタンザの山内雅さんがすでにバックミュージックで流れておりますけれども。 途中から茶い,い,いぶしゃやかたいぶしゃ。 ねえ、第二コーナーやいび本当に、あの、今ですね。えっと、成人不安定、経済もちょっと不安定。天気まで不安定や、美声や、本当に、あの、世の中。子育て真っ最中、時間に追われて、金もない。あの、お金に余裕がない、ね。わたが、あの、若いに嫌たい。あの、自分気 余裕がなくて、わらんちゃえの、こういうふうさんまか、一部さんと言ってねあの、でも今ですね、ちょっとお金に余裕ができたかな、実家に余裕が持ってたかね飲んのたれや。膝がやもん、血圧が高さの、あの本当に病院が良いあの、友達会うとね、その話いいからやびしが言おうたでもねあの、お互いが話し合いながら笑顔でいられるというのは。 本当に幸せなくだらんがヤンリムヤビンうた幸せやいびしがようたい、今ですね、うちなや、先々週、えっと、慰霊祭がエビタンロうや、戦後、えっと、七十三年ですかな、ということで、あの慰霊祭が各部落でもねえ、そして、あの、あの平和の礎、いともの方でもありましたけれども、あの、 本当に戦争の悲惨さにうちなは加えてですね、えー、と同じ日本国民でありながら、えー、と日本のステて石にされて、あの米あのアメリカの市政権下に置かれてね、あの今なお、 アメリカの事故とか犯罪にさらされているうちの,あの現状や美声や県外の人たちのね基地のこの問題を少しでも関心あのこの今の気迫さはちょっと許しがたいものが本当にみんながもう少し関心を持ってねちょっと大きな問題を考えてもらいたいなということであんまあの 先々週休んでおりますので昼夜せっかくの網ひいぐまいはねあの本土からの観光客もいらっしゃるかと思うやびぐとどうぞやねうちの兄平和たぼりということで玉木一二三さんの平和たぼりをうつづきせいやんりをむやびぐとそれではどうぞください。 はいねあの平和タボリということでね玉木克美さんの歌や言い方本当にねそういった感じでみんなで思いやっていたわってまた優しさがあってね助けあってこそあのみんなであの平和ということでね社会を支える大きな原料力あらんがやんりうんやびんねあの何も 何もいいらないですよね平和だとあのみんなで語り,語り合えるはあのまた笑えるということでね全ての人が平和で、ね、心豊かな住みを一時地域社会を望みたいもんやいびん、ね、そしてまたねあ,のありがとうというこのこの 言葉お互い感謝をするということが何ものにもあのかなわない大きなあのこの愛がね、進んでくれるんじゃないかね、と思ういます。ということで、アンマーはね、あの本当にあの家族もそうですけれども、またあの組織も職場もあのみんなが家族的なものでね、あなたは私の宝物であり、また、あの、 みんなであの支える大きな愛で包んでくれる太陽ですということでね一人一人、ね、力は弱いけれどもみんなであの生きようということで抱え込んでいる不安とか、ね、分けてしまえばほんのちょっぴり少しだけ、ね、辛さも幸せもあの 幸せに変えられるんじゃないかねということで仲間っていいな家族っていいもんだよということでねあんま本当にあの感謝の気持ちで平和を願いたいと思いますそれでですねえっとちょっとあんまお休み多かったんですけれども私たちこの地域振興センター FM 読みた3回にありますけれども 1>, 1階の方に女性物質がございますけれどもその横の数字輪にですね、えっと、焼き鳥屋さんえっと近所洋子さんあのご夫婦がやっていますけれどもまたお店の方は鳥ステーションの旧、えっと、所のそば鳥ステーションの斜め向かい大将ですかね居酒屋さんを、えっと、オープンしておりますけれどもこの洋子さんもねすごくあの私たちにもいろいろ 協力的で思いやりがあって優しい近所見のるさんの娘さんなんですけどけれどもねあの本当にあんまり久しぶりにあの今日こちらに出向いておりますので。 田橋神さんと近所城陽子さんの,あのジュエットでね「ね、えっと、桃ウイアンゴア」今、梅がね、時期であんまたちを見つけておりますけれども桃もあちらこちら、家庭になっておりまして桃もおいしいですよということで「桃ウイアンゴア」をお続きします。それではどうぞお聞きください ねえ今日はね、雨降り、あのちょっとね、ごずついておりますけれども、こちら F、M ・ヨミタンのスタジオ、パーッとね、すごく爽やかな気持ちで、若いゲストの,あの皆さんかお二人出向いておりますということで、皆さんにね、熱い思いを語りたいということで、お知らせがございますので、どうぞおきください。それではどうぞ 沖縄そば専門店のマルハよりジューシー一杯無料サービスのお知らせです読谷村国道58号沿いキナに新しくオープンした沖縄そば専門店マルハよりただいまジューシー一杯無料サービスを実施中未潤のだしをベースにした沖縄そばとの相性は抜群ぜひご賞味くださいませサービスご希望の方はスタッフへ FM 読谷を聞きましたとお申し付けください 営業時間は朝10時から夜9時まで国道58号沿いかわいいキャラクター丸ルハくんが目印皆様のご,ご来店をお待ちしております以上沖縄そば専門店丸ルハより重視一杯無料サービスのお知らせでしたお届けしたのは今日から3日間職場体験できていますカデナ中学校2年ジョーダンアイランでしたはいねえ嘉手中学校 ねと体験学習ということで、沖縄そばの専門店マルファよりのお知らせエビター、エ八重びた童貞もう一人おりますので、それではどうぞ。迷いぬ保護のお知らせです。6月26日午前中読谷村沖縄2264付近にてワンちゃんが保護されています。種類は雑種性別オス。 首はなし、体の色は黒、首から足元までは白、現在、読谷村役場に保護されています。飼い主さんのお迎えがない場合は、動物愛護管理センターへ移動、殺処分の対象となります。心当たりのある方は、FM 読谷9587860、または生活環境課9829214まで。 以上迷い犬保護のお知らせでした。お届けしたのは今日から3日間職場職場体験できていますカデナ中学校2年山城さなでした。はいねえあの職場体験ということでね FM 読みたんのあのスタジアの方にで向いてもらいましたカデナ中学校のはいお名前もうちどジョーダンアイランド 山城さなでですはいといととうことでした、ね、あのおそば専門店マルハとまた迷い犬のお知らせやビタたん。ね皆さんこういう感じでみんながそれぞれの思いを口にしてね自分の持っているものを最良のものとして世の中社会のために頑張れるということでね、うん、そしたらおのずと道は開けるということで「FM 読みたん」。 えっと七十八点六メガヘルツの電波に乗せてのあの皆さんに熱い思いを語っていただきました。はいありがとうございました。いしたはい、はい、またよろしく。<ー>はいということでカデナ中学校のあのお二人でしたね本当にあのこういう感じで若い子たちが 次々ね出てきてもらったらいいな爽やかな気持ちになりますよね外はあの雨模様なんですけれどもねということで紅もアンマーも新同胞もとってもハッピーな気分になりましたまずはあのおそばを食べにいらっしゃいということとあの迷い犬のお知らせやいびんたんたいね第3コーナーやいびんねそういう感じで みんなでお互いあの連絡取り合ってねあの寄り添って生きていくということはハッピーな気分になりますよねということで、はい、今度はですね私、えー、っと長いこと休みしましたけれどもあの FM 読みたん火曜日ということでベニーモアンマーイチェルバ町でのアンマーさんと家ということで廃イ2 0ーイニエデービル。 遠山米子さんの長浜の村をえっ、ー、とアハゴンタカピシンジョヤスコマイコアーサユーミー・ルーミー・ヒートシゲユキミタクシヒデキアラカキセイリョキウナシゲノブ浜田ユウジえっ、ー、とそれとこれ上チケンですかねえっ、ー、とあのケンさんということでねあの どうぞあの長浜の遠山米子さん出身米子さんは長浜中なんですよね歌も長浜の村をあのお届けしてくださいということで皆さん聞いておりましたでしょうかねこれは宜野、えー、湾市普天間の中山春俊さんからの、えー、とリクエストでございますその他にもあの届いておりますけれども はい、それでは遠山よ米子さんの長浜の村をお聞きください。 いかがでしたでしょうか、ね、この遠山米子さん、えー、と昭和26年生のようやいびん、その歌以外にも、いかなオンモラワンとか、ねあの歌、本当にあの歌声、素敵な歌声してますよね、あんまとても好きだなということでね、えー、と中居、ま、しゅんさんからのリクエストやイビタン、やいびたん。えーと 安子さんとかヒートルミユミ聞いてましたかねということでね童いねえ湯の中本当にあにいろいろアイビー氏がねあのでもね平凡だっていいんだよということでまたいろいろ失敗したりねあの失敗したらやり直せばいいさまたつまずいたらちゃ立ち上がればいいさということでねあの もしもしカメオのカメさんの相ンシーが遅れたら走ればいいさということでね、本当に世の,の中いろいろあって、私の方もいろいろありますけれども、でもピンチはピンチ。そのピンチをチャ,あのチャンスに変えるのは自分の心次第。本当に人生、世の中、どんまいどんまいということでね。 美輪明弘さんがよく「あの家の光」えー、と農協の JA の月刊誌がありますけれどもねそ,その中でよく「どんまいどんまい」って言ってますけれどもね本当にチュニンジン生きてる限りいろんなことがある、ね、だからダメとか終わりじゃねやびらスタートラインというのは自分自身で引く。 引くんだから諦めないでということで一緒に歩こうよということでねだって生きてるんだもん本当にお互い地球と寄り添い人と寄り添ってね何事にも諦めず挑戦しようということでね中朝の,あのえっとサッカー本当に勇気と希望あの私たちにあの満ち溢れて頑張って 希望を持たせてくれましたよね。ということでね。あま本当にあの？えっ、ー、と、私とあのオープニング曲はえっ、ー、と。えっ、ー、と比嘉恵子さんのお渡し、あの島が一番増しということでやってます。けれども、えっ、ー、とエンディング最後の曲は？ 内里美香さんの「諦めないで何事にも諦めないで」ということでこの内里美香さんの歌をかけておりますけれどもどうぞやね本当に世の中いろいろありますけれども天にも地にも人の恵みにもあ,のありがとうという感謝を忘れずにあの 絶対め諦めないで頑張ろうということでね、最後のエンディング、諦めないでをお聞きしながら、えっと、お借りしようと、おむやびん。あんまね、明日、あさって、えっと、4、5、6は宮崎、そして、9、10、1は静岡県行きます。やいびぐと来週はお休みしまして、その次の週、あのまた出向こうと、おむやびぐと来週はお休み、せいやと。 思います。それではあの。内田と美香さんの諦めないでをお聞きしながら、あのさよならしたいと思います。それではごきげんよう。さよならありがとうございました。